刈谷市の大手自動車部品メーカー愛信です。オートマチックトランスミッションのシェアは世界一、日本の自動車産業を支える企業の一つです。しかしその自動車業界は今ある問題を抱えています。それはカーボンニュートラル。2050年までに二酸化炭素の排出をゼロにするため、自動車メーカー各社は相次いで電気自動車の開発を加速させています。愛信も例外ではありません。例えばこちら、Eアクスルはモーターとトランスアクスル、電源回路を一体化させた精密機器。電気自動車の心臓部といえる部品ですが、これを作る際にもケースを作る際、アルミを溶かしているんですが、溶かす際にどうしても CO2 が排出されてしまいます。また設備を動かすのを電気で行っているため、電気を発電する際の CO2 も削減していかなければいけない対象になってきます。去年1年間に愛信グループが生産現場で排出した二酸化炭素の量はおよそ250万トン。愛信では2030年代にこれをゼロにすることを目指しています。そのために溶解炉に水素バーナーの導入を検討したり、生産ラインの消費電力を減らしたりと様々な工夫を重ねていますが、それでも達成は困難だといいます。今多くの企業では脱炭素の取り組みを進めている企業に部品を発注する動きを進めています。部品メーカーにとっては製造の過程で二酸化炭素を排出しているのかしていないかによって受注が大きく変わることになります。カーボンニュートラルは単に環境保全の問題だけではなく、経営全般に関わってくる問題になっています。ただ製造の過程で二酸化炭素を一切排出しないというのは難しい問題であるため、多くの企業が頭を抱えているのが現状です。そこで愛信はカーボンニュートラルのための新たな取り組みを始めています。扉には関係者以外立ち入り禁止の文字。機密原子の研究室にカメラが入りました。こんにちは。こんにちは。部屋にいたのは生産技術本部の栗田さんと脇本さん。ここで一体何を？二酸化炭素を固定化しまして、コンクリートの成分として利用し、橋やトンネルなどに活用してもらう基礎的な研究を行っております。二酸化炭素で橋を作る？手にしているのは廃棄されたコンクリートから抽出したカルシウムの粉末。カルシウムは水に溶かすと二酸化炭素を吸収する性質があり、そこに目をつけました。こちらは今回開発した復習用液になります。それでは実験です。用意したのは2つのビーカー。向かって右はカルシウムを水だけに溶かしたもの、左は愛信が開発した特殊溶液です。それぞれのビーカーにチューブを差し込み、二酸化炭素を送り込むと、水だけに溶かした方からは激しく泡が出てきました。純水の方は泡立ちが大きいことがわかると思います。これを入れたガスがそのまま放出されているというような状況で、特殊溶液の方は二酸化炭素を吸収していると。特殊溶液の方からも泡は出ていますが、その量はわずか。送り込んだ二酸化炭素のほとんどが吸収されているからです。特殊溶液に溶かしたカルシウムは水だけに溶かしたものに比べておよそ100倍の量を吸収できます。そこに溜まっているのが二酸化炭素を吸収した炭酸カルシウム。それをろ過して乾燥させると、サラサラしてますね。触り心地は片栗粉のような感じですね。
そしてこの粉を鉄鋼スラグと呼ばれる材料や水などと混ぜ合わせよく練ります。これに砂利を加えてさらに混ぜるとコンクリートの出来上がり。アイシンは大成建設との共同開発で建設現場での実用化を目指しています。こちらが CO2 を吸収して作りましたカーボンリサイクルコンクリートです。 CO2 を吸っていますが特に軽いということはありません。硬さや強さも普通のコンクリートと同じです。建設業界にとってもカーボンニュートラルは悩みの種でした。コンクリートのところの CO2 を減らすということになりますから、業界全体あるいは、建物構造物全体で見ると非常に大きな削減量になって意義があるものになろうかと。二酸化炭素で作るコンクリート、将来的には本日お見せしているのはですね、数十グラムとかいった炭酸カルシウムの量なんですけども、これを何トン何万トンという規模にしていきますと、そのカーボンニュートラルの実現というところが現実味を帯びてきますので、それに向けて、チャレンジしていきたいと思います。